逃れ歴史公園で何をしている？この地に眠る大いなる力を手に入れに来たんだよ。大いなる力？何ば企んどくか知らんばってん、そがんことはさせんばい。まだ決戦の時ではない。ここは引かせてもらうよ。待て！くそ、逃したか。この辺のパトロールも強化せんといかんことはねえ。俺だ
泣く子もだがる悪いやつ、うさごとだ。だって二人しかいないじゃない。うるさい。かっこしかしかね。あの大人の事情なんだ。本当はもっともっともっと言うんだからな。本当かな。本当だもん。嘘じゃないもん。今日はこの吉野ヶ里歴史公園に眠る秘宝をいただきに来たのだ。吉野ヶ里歴史公園に眠る秘宝？何？知りたいか？そうじゃ、もちろん。実はな。実は？それは？何？俺もわからん。とにかく、そのものすごい秘宝を手に入れて、うさごと団がこの佐賀を支配するのだ。行くぞ。これね、パク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 、あ、おいしいね。これも食べるとね、元気がもり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 出てくるんだって。違う、それはそこの屋台で売ってるご飯でしょうが。確かに美味しいけど、ほらそこで売ってるからね。みんな買ってね、買ってね。会場のみんなぜひ買ってくださいね。そこね、あの、他にもありますから、ちゃんと屋台見てください。屋台見てみんなちゃんと買ってくださいよ。買ってね。あので、買ってもらった屋台の皆さん、ここちょっとバックしてください。お願いします。ちょっともう何言ってんだか、ちょっともう勝手なことばっかりしないでください。ちょっと誰か止めてくれませんか、誰か。そこまでだ。これ以上お前たちの好きにはさせん。ソイ神社。ソイ神社だと？ふざけたやつめ。あんたどうはなんじゃい、悪そうばかりしよることはね。みんなに手を出すとはもうやめね。やーなこった。我々うさごと団がこの佐賀を支配するために何するんだっけ。眠る秘宝を探しに来たんだよね。ダメだ、あ、そうだった。そうそう、俺たちの邪魔をさせてたまるか。まったく、言うこと聞かんなら仕方んなかね。今こそ正義の力を示すとき。ソイ議員行くじゃ。シャイデンナか。それにお礼を言うのは俺の方だ。みんなの応援が俺の力になる。もし俺がピンチの時はまた不当か声で応援してくれよ。約束だ。もちろん応援できるよね、みんな。じゃあ約束できるよとお友達、手を挙げてください。はーい、ありがとう。俺も約束つけん。
みんなの平和は必ず守るって。よかったね。あの、向こうがこうやって来た時からやってこうやって来たりとか、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 あった、俺たちが悪かった、許してくれ、頼む、肩もみても、肩たたきでも、何でもしますから。はあ、そんなことはいいから、まずはみんなに言うことがあるんじゃないか。言うこと、言うこと、ああそうか、これだ。いくぞ、せーの、ごめんなさい。まったく、しょんなかね、そいに許してやろう。いいんですか。そりゃ、ごめんなさいよ、心から言えたなら許して、仲直りがせんといかんよ。さすが正義のヒーロー、優しい、ありがとう。よしご、吉野ヶ里歴史公園で一緒にお勉強しましょう。それはいい考えだな。うん、俺たちも、うん、そう、みんな一緒の方がきっと楽しいと思うわ、ね、やったー、俺たちも頑張っちゃうぞ、よし、じゃあこれから一緒にみんなでお勉強しちゃいましょう。そうだね、お勉強っていうとちょっと難しく聞こえるから、丸バツクイズやってみよっか。いい？じゃあこれからお姉さんが問題を出していきます。答えが合ってると思ったお友達は大きく丸を作って。どうできる？大きく丸印、そう、上手。そして答えが間違ってると思ったお友達は手を重ねて×印、そう、完璧です。よっしゃ、結構難しい問題があると思うのでみんな頑張ってくださいね。さあ、じゃあ1問目からいきますよ。準備はいい？吉野ヶ里歴史公園クイズ第1問。今日明日開催しているこの秋祭りのテーマは水である。丸か×か、さあどう？もう1問目からちょっと難しいけど早いね。うさことだわ。丸、近いね、丸ね。どう？ちょっと難しい？お、なになに、それヒント？お、なんかヒントが書いてあるのかな。この辺なんて書いてあるかな、読めるかな。どう、考えはまとまりましたか？丸か×か聞いてもいい？大丈夫？じゃあいきますよ。じゃあお友達、丸か×か答えをお願いします。どうぞ。おぉ、×、おぉ、声まで聞こえる。しっかり自信があるみたいよね。××××××ということで、はい、じゃあ答えを発表しちゃおうかな。いい？正解は×。そうだよね。ちなみに答えはなんだかわかる？水じゃないなら何？そう、火、炎だったね。炎の祭りでした。みんないいぞ、調子いいですよ。じゃあそのまま2問目も頑張ろうね。じゃあ行きましょう。吉野ヶ里公園歴史クイズ第2問。吉野ヶ里で兵士が見張りのために使っていた建物の名前は？神崎ホテルである。丸か×か。さあ、また丸？また丸。神崎ホテル。そう、そうなのね。どう？ちょっと難しくなってきたね。近い。どうかな？わかる？ちょっと難しい？わかりません？お父さん、お母さんにちょっと聞いてみて。神崎ホテルって、あるとかな？ね。はーい。どうでしょうか、ちょっと難しいかな。罰が多いね、やっぱりね。もう出してくれてるお友達が結構います。じゃあ聞いてみよっか。じゃあ答えをお願いします。どうぞ。
と以上もうしっかりバツってしてるね。バツバツバツ、お友達はバツですね。じゃあ答えを発表したいと思います。正解はバツ。バツ、みんな大正解。すごいね。答えはね、モノミヤグラって言うんだって。実はね、この公園に高さ12メートルのモノミヤグラがあります。登ることもできるんだって。すごいよね。ぜひ探してみてください。モノミヤグラでした。すごいな、みんな。じゃあ次、最終問題にしようかな。最終問題はちょっと難しいかも。じゃあ、実はね、この歴史公園の館長さんに借りてきちゃったんだ。じゃじゃーん。じゃあ第3問いきますよ。第3問、魔除けやお守りと言われているこの名前は、お年玉である。丸か×か、どうなんだろうこれ。お年玉っていうのかな。すごそうよね。丸好きね。うさことだ、丸ね。どう、みんな、このお年玉っていうとかいのね。バツ？あ、すごいね、なんかね、頭がいいお友達が多い気がします。いっぱい言っちゃってね。じゃあ答えは聞いてもいいですか、みんな。大丈夫？じゃあ聞きますよ。答えはお願いします。どうぞ。バツ、バツ、バツ。ん？お友達の答えはバツですね。それでは正解を発表します。正解はバツ。お年玉じゃないよ。この名前ちなみに知ってるお友達はいる？知ってる人。まあから始まる。まーが、そうそう、聞こえた聞こえた。まがたまと言います。身分や位を表したり幸運をもたらすお守りと言われています。実はね、この吉野ヶ里歴史公園でもこのまがたま作りができるそうですよ。すごいね。やってみてください。ということで、みんな全問正解おめでとう。大きな拍手。すごいすごい、めちゃくちゃ頭がいいと思います。みんなさすがだな。ほんと。いやー、吉野ヶ里歴史公園にはこんなにたくさんの歴史があったなんてびっくりだ。そうやね。クイズを通してお友達やうさごと団とも仲良くなれたし、絆も深まっていいことやね。ほんとほんと、楽しかったですね。いい思い出がまた一つできた。そうだな。うん。って何か忘れているような。うん。なんだこの嫌な雰囲気。見つけた。お前、まさかあの時の。久しぶりだね。改めて自己紹介をさせてもらうよ。僕はオロチ、闇より出でし、佐賀を闇に染める者。オロチ。ねえ、そのマガタマ、僕にちょうだい。マガタマ、まさかこれが吉野ヶ里歴史公園に眠る秘宝。お前みたいなヤバそうなやつに渡すか。待て、うさごとだ。ありがとう。探す手間が省けたよ。このマガタマの力を使い、僕はさらに強くなる。こいつ、マガタマの力を吸収したのか。
弱いね、君たち。それで何？ヒーローだって？もうヒーローごっこは終わりだよ。サグトラン、ナンバサトヤ。さあ、ここからは本当の戦いと行こうか。俺は約束したんだ、みんなの平和を守るって。ヒーローは一度交わした約束は必ず守らんば。まだ立つの？ヒーローごっこくんに何ができるんだい？ヒーローごっこでも俺はソイ忍者、佐賀の子供たちの平和を守るヒーローなんだ。ありゃあ、ソイ忍者、ソイ忍者は諦めてないわ。みんなを守るためにボロボロになりながら戦ってる。負けないよソイ忍者。ソイ忍者、倒れちゃった。まだよ。まだ終わってなんかない。みんなお願い、力を貸して、みんなの大きな力、ソイ忍者に届けて。いくよー、せーの、頑張れー。みんな、俺たちは一体ミサコ殿、賞金に戻ったんだな。だけど何が何だか。お前たちはオロチに操られていたんだ。そうだったのか。バカな、なぜ立ち上がれる、そして僕の洗脳まで解けるなんて。ここにいるみんなの応援が俺たちに力をくれたんだ。これがみんなの応援の力だ。吉野ヶ里歴史公園に眠る力。よっしゃ、こっから形勢逆転だ。みんなで行くぞ。俺たちの力見せてやる。ソイ忍行くぞ。よーし、じゃあ大丈夫だ。大きな声で決めるぜ。はあ、
までにしてやる。今度こそ手に入れるぞ、強き力を。時はどうなることかと思ったけど、なんとかなったな。みんなの応援のおかげで俺たちも助かったぜ。そうだな。それにみんなとの約束も守れてよかった。そこそこ。ああ、みんなの平和を守るって約束は一度したら守らんばいかんけんね。そうだ、ここにいるみんなと俺とで約束をしてくれないか。この伝統があり歴史豊かな佐賀をみんなの力で守っていくって。どうかな、みんな約束できる？じゃあ約束できるとお友達手を挙げて。はーい、バッチリ。みんなありがとう。これは俺とウサゴト団との大切なお約束だ。よっしゃ。もしまた会うことがあったら今日みたいな応援を頼むぜ。これからも佐賀の平和をみんなで守っていこう。そいぎんまたな。じゃあな。それではお別れです。みんなで手を振りましょう。教えてくれた約束、はい、みんな忘れないでね。約束はちゃんと守るようにしましょうね。それでは以上をもちましてソイギンチャーショーは終了となります。でもね、まだまだこのステージでは楽しいイベントいっぱいあるので最後まで楽しんでいってください。それではまた皆さんごゆっくりこの後もお楽しみください。さようなら。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ソイギンジャーショーでございました。みんなあの方々はだいたい地元の方ですね。それで、まあ、いろんなところでまたお目にかかれるんではないかと思います。ありがとうございました。日高さん、ちょっとよかですか。なんで、はい、すいません、ぐるっと